ベラルーシの国章は小麦の束が円形に取り囲み、左の麦束にはピンクのクローバーが、右の麦束には水色の雨が刺されている。麦束を赤と緑のベラルーシの国旗の色のリボンが束ね、リボンにはベラルーシ語でベラルーシ共和国と書かれている。国章の中央にはベラルーシの国土の形が金の輪郭で描かれ、 その下の地球から昇る黄色い太陽の光線に照らされている。黒章の頂上には赤い星が描かれている。衣装は1919 19年に白、ロシアソビエト社会主義共和国が制定した黒章に由来する。白、ロシア SSR 時代の黒章との違いは赤旗の色のリボンが赤と緑の国旗色に変えられ。 ベラルーシ語と、ロシア語とで書かれていた、バンコクの労働者団結性をという言葉が除去され、が、ベラルーシ共和国に変えられ、中央の釜と土が、ベラルーシの国土に変わったくらいであり、あとは赤い星など、ソ連時代の特徴がそのまま残っている。パホニア。リトアニアの国章とも共通する特徴を持つ、ベラルーシ人は明確な民族的アイデンティティと言語を、 共有しているという事実にもかかわらず、パフォニアを国章として使用した、短命政権のベラルーシ人民共和国の1918年前後の短い期間を除いて、1991年以前に主権の象徴として、パフォニアが国章として用いられたことはない。ベラルーシの国家としての特徴的なシンボルは、20世紀まで、ベラルーシの領土が、プロイセン。 ポーランド、リトアニア、ロシアなどの外国の支配を受けていたこともあり、制定されてこなかった。1918年から1919 19年までの短期間存在したベラルーシ人民共和国が使用していた国章は、リトアニア大公国が国章としたパホニアと呼ばれるもので、赤色の盾の中に白い鎧を着た騎士が黄色い総主教十字の描かれた白い盾を持って、 前足を跳ね上げた白馬に乗っているという絵柄が描かれていた。1795年のポーランド分割でリトアニア大公国に属していたベラルーシの地はロシア帝国へと併合されたがベラルーシの独立にあたってロシア併合以前の伝統を取り戻そうというナショナリズムに基づいて採択された。ベラルーシ人民共和国が倒れしろ。 ロシアソビエト社会主義共和国が誕生すると、ロシアソビエト連邦社会主義共和国やウクライナ、社会主義ソビエト共和国などの社会主義政権と同様の国章を制定した。1937年、1950年にも若干の手直しがなされたが、1991年にベラルーシがソ連からの独立を宣言した際に、 廃止され、その後はベラルーシ人民共和国が使用していたパホニアの国章に変更された。現在の国章はソ連時代への回帰路線を進めるアレクサンドル、ルカシェンコが政権に就いた後の1995年6月7日に制定された。直前の5月14日に行われた国民投票はロシア語をベラルーシ語と並んで公用語とする国旗と国章を ソビエト構成国時代のものに似たデザインに変更する、ロシアとの経済同盟を結び統合を進める、憲法を改正し議会の力を弱める、という4点を問うもので、いずれも賛成多数という結果になった。国民投票までの間、国営メディアは、当時のベラルーシの白赤白の国旗とパフォニアの国章が第二次大戦時に、 対独協力を行ったベラルーシ中央ラーダでも用いられていたことを強調し、大祖国戦争での勝利をイメージさせるソ連時代に似た国旗国章を採択する要宣伝を行っていた。2021年1月4日、ルカシェンコ大統領は国章の変更する法律に署名した。大きな変更点は地球に描かれている大陸で、 変更前はロシアが中心となっていたが変更後はヨーロッパが中心となった。また、国土の白地図の線が緑から金へ変更され、白地図と赤い星が若干大きくなった。ベラルーシ、ヒストリー、フラッグ、マップ、ポピュレーション、キャピタル、ランゲージ、アンド、ファクツ、エンサイクロペディアブリタニカ、スミス、ホイットニー。 フラッグオブベラルーシ、エンサイクロペディアブリタニカ、ベラルーシヒストリー。フラッグ、マップ、ポピュレーション、キャピタル、ランゲージ、アンド、ファクツ、エンサイクロペディアブリタニカ、レスロシア、モアウエストオンベラルーシ、エスアップデーテッドエンブレム、ラジオフリーヨーロッパ、2021年1月8日閲覧、ありがとうございます。